それではしばし狩り講座やっていこうと思います。というのもですね、このデッキこちらが使ってる、というのも、こちらが使っている、芝生デッキかなりしばしに強く出れるんですよね。こちらの武力上昇値は 7×4 マイナス2で、実質向こうが武力プラス5なんに対してこちら7ずつ上昇してるんで、で相手のデッキって最高武力が7しかないんで、こちらも最高武力自身はガクチンの、まあ、ギブ打って武力8状態だったとしても最高武力を取れる形なので、そのまんま上からすりつぶしが効くという感じで、かなりしばしに強く出れる構成となっております。相手は1回下がりましたね。こちら、内乱取りに行けそうな状態なので、指揮さんでまずガクチンを発動。これはでこのデッキはもうガクチンを発動することによって総制圧を11にするというところも兼ねているデッキなので、開幕はほぼ 100% ガクチン打つ形を作っていく感じとなりますね。ただこれ相手が万全の状態でこちらガクチンが削れているとちょっと指揮7ちょうどで攻め込まれるとまずいなと思ったので、少しガクチンを1回返して兵力万全にしてからで、ここで、ガクチンで相手の当該を踏んで、ちょっとまあこれそのまんま式7と同時に打ってくる流れかもと思ったんで、ちょっと弓で削りを入れつつガクチンの兵力を万全の状態まで戻して、相手は式7と同時に、しばし神域の知略、今バージョンかなりやっぱりこの計略強いんで、英傑号令に式プラス1するだけで効果時間が2倍と破格の効果なので結構やっぱり使ってる方多いですよね。ここ、生涯迎撃取れたの大きいですね。こちらは芝生を投げ捨てて、緩急圏地上への反乱、相手が、号令打っても元の武力が7にプラス5しているだけの武力12状態なので、ここは緩急圏の武力7でかなりイニシアチブを取れていけるかなというところなので、緩急圏で王騎をまず撤退させて、で、ここで、当該紹介に少しでも弓ダメージを入れれれば相手の次のカウンターが来る際に効果時間がちょうど切れるぐらいになりそうというところですね。ここで1回帰れば、次相手の式が、相手の計略効果が切れるかなというところでしょうか。ここはもうくりくりと舞台を回して防作を使いつつ効果時間切れを待ちます。ここ効果時間が切れたので、相手の次のフェーズに備えて防作は守りましょう。ここ芝生が迎撃取った瞬間に紹介を向けていれば取れた可能性の高いところだったんで、これ僕のプレイングの甘えですね。ただチャンスは変わらないというところで一騎打ち。ただ僕はバンドリガールズバンドパーティーでですね、リズムに合わせて目押しするのすごい練習してるんでね、今までの一騎打ちに弱い自分とはお別れをしましたよ。まあ見といてください。キンカンキンキン、子供の頃の夢は、ふぅというところで文金が撤退してしまう。大チャンスだったんですけど、ここはもう仕方なしという感じですね。内乱取れれば儲けものなんですが、ただ無理して内乱取りに行ってカウンターされたらもう身も蓋もないんで、ギリギリ内乱取れるぐらいのところの位置で兵力をまず最優先しましょう。最後にこちらの分金が撤退してしまっているので相手にラインを上げられそうなので、ギリギリのところで内乱を止められてしまう。ただ、1回下がったことによってこちらの分金の復活が間に合って、ちょっとでもラインを押し上げた状態を作りましょう。でここで相手は王騎の地上への号令、これそのまんま芝生打つと、帰られてしまって式5と式6の交換になってしまうので、それをさせないように、深く乱戦に入ったタイミング、かつガクチンが突撃を入る直前にメッシの号令、
これによってガクチンの突撃が入って相手はもうゴリ押しするしか下がるかですが、下がりきれないぐらいのところまで当該を削り切れたので、大きな武力プラス4にシバフの武力プラス7で覆いかぶさる形が取れて撃破をし取っていく。で相手はここ進軍の大攻勢叩いてこなかったんで再起かなという感じですね。ただ一応再起以外でもしこれで進軍だったりしたらまずいんで、一応まあ取りに行く構えは見せましょう。でまだこちらもリード取れているわけではないので、再起撃たれたとして内乱を発動できる形を取れればっていう感じですね。相手は再起の方指揮即軍、ここ即軍ついていることによって相手が次グワッて来られたら、芝生の命がちょっと危ないんでもう即下がりましょう。これちょっと内乱取れるかどうかですが、今回も再びギリギリで止められてしまう。ただ引き分けにしたくないのは相手も同じはず。特に相手の方は一騎打ちで有利な状況ができているのに、一騎合いできているので、なおさらせっかく勝てた試合だったのにっていう形になっちゃうと思うんで、なおさらのこと引き分けにはしたくないはず。でこちらは、バリューが復活して城から出ると同時にメッシの号令。これはもう武力、相手としてもここで取るしかないので、武力7対武力プラス5の号令勝負になれば上昇値ではこちらが上。まず当該を撃破。続いて、文金学鎮の2部隊でしばしにラッシュをかけて しばしが撃破取れそう。こちらは、まず、シバフとシバフが撤退。ここでちょっと引き分けかなというところなのですが、こちらも再起の方指揮即軍。これ即軍による加速と指揮によるバリューの指揮が増えることによって、今夜は返したくないというところで、自爆の刑よく味わってくださいよ。でさらにこちらは即軍で加速をして、ガクチンと文金が、張り付いて、相手はもう残っているのが商会一部隊なので、ここで工場が入りこちらの勝ちという感じですね。なんで負けたか明日まで考えといてください。これ言いたいだけなんですけど、ね、今流行ってるじゃないですか。いやこれなんか言いたかったんですけど、いざ言ってみるとなんかめっちゃ煽ってる感じで感じ悪いですねっていう感じで、ここまで見ていただいてありがとうございました。それでは、次回お会いしましょう。お疲れ様です。人の命の重さが分かるわけがない。援護、こいつで身動き封じますよ。嘆く暇などありませんよ。
失礼。失礼。援護。いざ再び。援護。援護。止まる。吐くよ、貴殿の相手となろう。この五号から一家を学び、再び前へ。行くぞ。援護。働きで前線を立て直す。敵進め。ありゃ、奇抜すぎました。うるさい。止まるのか。失礼。引き抜き。少し見くびっていたな。援護。失礼。進め。使うものに人の命の重さが分かるわけがない。失礼。我ら光栄の働きで前線を立て直す。援護。うるさい。失礼。うるさい。止まるのか。敵進め。嘆く暇などありませんよ。敵進め。愚か。引き時。奇妙キテレツ極まる策、よく味わってくださいよ。